うまいは、2012年10月1日から2013年3月25日まで、韓国 MBC にて、前後10話で放送された17世紀前期から後期までの歴史挑戦を舞台にした、テレビドラマ。日本での放送は、2013年3月より6月末の、衛星劇場を経て、2013年7月7日から2014年6月29日まで、 NHKBS プレミアムで毎週日曜21時に吹き替え版で放送された。民放地上波では2016年1月7日からテレビ東京の韓国ドラマーク、韓流プレミアで毎週月曜から金曜の8時15分9時11分に放送。宮廷女官、チャングムの誓いや、イ産、トーンイなどを手掛けたいビョンフンが監督を務める。前作。 尊威以前の李氏朝鮮の時代を舞台に、白鳥から馬の獣医を経て、最終的に王の主治医にまで登り詰めた、実在の人物である発酵の生涯を描いた作品である。また、イ・ビョンフン監督が手掛ける作品としてはこの作品より、全編にわたり、プログレッシブカメラによる撮影を行っている。17世紀初頭の朝鮮王朝。イ・カン・カン・ドジュンとイ・ビョンファン。 ヨンナちゃん、インジュの三人の若者は身分を超えた、絆で結ばれていたが、朝廷内の陰謀に巻き込まれ、友情までも引き裂かれてしまう。イ、ビョンファンの裏切りにより、カン、ドジュンは、静止暗殺の罪の濡れ衣を着せられそのまま、処刑されてしまう。罪人の息子として生まれたクアンヒョンはすぐに処刑され、そうになるが、NHKBS プレミアムによる吹き替えキャストは次の通り、 2012MBC 演技大賞、ありがとうございます。